神羅の要塞都市ジュノンだ。行こう。どこから来たのかな。孤島の古いマコールに巨大なコンドルが住み着いた、そんな話を聞いたことがある。だがその島へ行く方法はない。神羅め、ざまをねえな。島か。じゃあどうしようもないね。ああ、まずジュノンへ行こう。
ターの縄張りのようだ。マイラの衣装書を確認しました。これよりガイドを開始します。複数の生物超を持つマイラは魔法開発が盛んになった頃より攻撃されるようになりました。そのため当初は魔法の影響によって生まれた突然変異種と考えられていたようです。
ョコボファーム？牧場主さん、どこかな？ガボンさん、やる気出してくれないかな。ジュノンのチョコボファームへようこそ。クラウドさん、ご存知ですか？ここではチョコボの餌に海藻や魚の骨の粉末を混ぜているそうです。魚介が取れる町ならではですね。何かお困りのことがありましたら、いつでも声をかけてくださいね。この辺りは興味深い地形をしていますね。船で運んできた荷物を深い入り江を利用して内陸まで届けていたようです。なるほど、ジュノンが船で栄えていた理由が分かりました。いざ報いを受けろ。
先を急ぐとしよう。どけ。
調子に乗るな。届け！ふっ！取れ！せーの！ふっ！
おう、任せとけ。おっしゃ、そこだ。はあ、まだまだ。とっておきだ。ほらほらほら、一丁あかりってな。
当たる。沈め。皆さんのバトルデータが着実に集まってきました。旅は何があるか分かりません。くれぐれも気をつけてくださいね。
協力してこ。押し切った。どうだ。飛んでけ。これ。
や、沈む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 、さらばだ。クラウドさん、お疲れ様でした。今回のバトルはいかがでしたか？物足りなかったという不満を検知。私も検知しました。前にそんな機能はついてません。クラウドさん、今回の戦闘データを使って新たなコンバットコースを作成しました。よかったら挑戦してみてください。任せろ。ここだ。死ぬぞ。これ。どけ。
ここは通行禁止だ。一般人は立ち入り禁止だ。やってやろう。どんな
モンスターいるよ。トーンアドゥの気象書を確認しました。これよりガイドを開始します。トーンアドゥはこの季節になると繁殖のためジュノンの地に渡ってきます。人里から離れた場所に巣を作り、つがいで子育てをしますが、外に出て餌を探すのはオスの仕事なのだとか。可愛い我が子へ食料を届けようと時には市街地にまで姿を現し、人間を襲うこともあるようです。シンナのジュノン建設によって自然が失われたせいなのでしょうが、放っておくわけにはいきません。避難や手土産にされないよう気をつけつつ調査を進めてください。モンスターの感じます。トーンアドゥの気象書を確認しました。これよりガイドを開始します。トーンアドゥはこの季節になる繁殖のためジュノンの地に渡ってきます。人里から離れた場所に住む。確実に手を貸せ。外に餌を探すのはその仕事なのだろうか。可愛い我が子に食料を届けようと時には社会人の姿を現し、人間を襲うこともあるようで、進化の樹の本質によって自然が伝われたせいなのでしょうが、放っておくわけにはいきません。気負いすぎるな。頼るね。いい調子。当てるだまだ。
冗談はこれぐらいにして、今回も新たなコンバットコースを作成しましたので、そのうちチャレンジしてみてください。クラウドさん、バトルシミュレーターを忘れじゃないですか。討伐していただいたモンスターの情報を転用してコンバットコースを作成しましたので、ぜひ挑戦してみてくださいね。体勢を立て直す。
違う。やれる。気合い気合い。なんとかなった。
素晴らしいデータが取れました。ありがとうございます。また何かお困りのことがありましたら、いつでも声をかけてくださいね。クラウドさん、ウサギを見かけませんでしたか？調べたところ、この辺りのウサギはいろんなものを巣穴に隠してしまう習性があるようです。もし見かけたら、チョコボで巣穴を掘り起こしてみてください。意外なものが出てくるかもしれませんよ。
覚悟は攻めるぞ。切り替え。悪いな。砕き散って。暴れるチャンスは逃さない。行くよ、逃さない。よいしょっと決めてく。
続けていくぞ。ここが勝負どこ。このまま行くよ。私だって。フォローは任せて。それ。これで平気。暴れる、気負いすぎる。頑張るね。当てる。私もいけそうかな。頑張るね。そんでけ。止めた。へっ。あ、いや。気をつけてね。俺が出る。Thank you.
フェニックスの討伐、お見事でした。不死鳥が操る幻想的な炎に思わず見とれてしまいました。転生を繰り返す霊鳥を仲間に加えて、もはや怖いものなしですね。では引き続き調査報告はこまめにお願いしますね。ジュノン？いや、要塞都市の下に小さな村がある。アンダージュノン、さびれた子孫だ。フッ、神羅のしわ寄せは全部下に来るんだ。どこも一緒だ。
ちょっと待って。ん？日の当たらない村、アンダージュノンへようこそ。私はロドナー、村長兼警備主任だ。アバランチ。だったらどうする？とりあえず通報しようかね。当たりだったら10万ギルド。悪いけどよ、諦めてくれ。ふん。エアリスだね。あんたは50万ギル。すごい。でもね、見て見ぬふりは得意なんだ。通報はしないよ。罠じゃねえだろうな。この村の歴史を知ればそうじゃないってことがわかるさ。気に入らないなら出て行きな。宿はあっち。カンコドリが鳴いている。好きに過ごすといい。騒ぎは起こさないでよ。通報はしないから安心して。Shut up!
戦士だ。
すぎるな。はいはい。飛んでけ。運んでこから狙え。下がっていろ。飛んでけ。いいとこ交代。よし、やっちゃう。距離はお任せあれ。いけそうかな。引き当たれ。始まり。